どうもフルゼロと申します。今回はメダル育成徹底解説ということでやっていこうかなと思います。前回サポート編成について解説したんですけれども、今回はメダルということでバウンティーにおいて非常に大切な要素となっておりますんで、この動画を機にね、少しでも理解が深まればなと思っております。今後も初心者さん向けの動画を作っていこうと考えておりますんで、何かわからないことあったらね、ぜひコメント欄に書いててください。それではもう早速見ていきましょうか。レッツゴー。はい、それでは今回はメダルについてお話ししていこうと思うんですが、まずはメダルの役割についてですね。大きく分けて2つあることを知っておいてください。前回同様2つですね。一つ目はサポートキャラにつけてバトルキャラのステータスを上昇させる役割です。星が多ければ多いほどパーセントは上がります。これについては前回の動画で詳しくお話ししておりますんで、そちらの方を確認していただけたらなと思います。二つ目、バトルキャラの強化です。これが一番大きな役割なのかなっていうふうに思います。例えばこのメダルをつけたキャラクターは防御力が 50% 増加しますし、このメダルをつけると攻撃力 14%、 その中でもアタッカーにつけた場合だと 50% 増加します。メダルの追加特性にはどのキャラにつけても発動するものと特定のキャラにつけることで発動する効果があるっていうことを押さえておいてください。で、ステータスが上昇する以外にもそのメダルが持っている固有特性、今回の場合は自分がいるお宝エリアに味方がいない時ダッシュ速度が 8% 増加するっていうようなものと、メダルを2枚以上組み合わせて特定のタグを一致させることによってスキル1短縮だったりスキル2短縮だったりダッシュ速度が増加するっていうね、バトルで戦いやすくなる恩恵も得ることができます。初心者さんはまずそれぞれの役職に合ったメダル、例えばアタッカーの場合はルフィ3種やハンコ3種、ディフェンダーはカイドウ3種みたいな感じで作るのが理想ではあるんですが、持っていない方も多いと思うので、とりあえず2年後ルフィセットだったり CP9 メダルみたいに固有特性よりタグが多く一致するメダルを作ってやるのがいいのかなっていうふうに思います。ここまでの話での注意点なんですが、まずメダルの強化には上限があることを覚えておいてください。メダルを適当にタップしていただいて、この下にある上限の部分ですね、ここをタップしていただくと与えるダメージ増加最大 30%、 スキル1のクールタイム短縮速度増加最大 30% みたいな、攻撃力増加最大 70% みたいに、いろいろ上限が出てきていると思います。だから例えばこのメダルを3枚つけて防御力 150% 増加のようにはできないので、そこはね、注意していただけたらなと思います。よく攻撃ぶりがいいですかとか防御ぶりがいいですかっていう質問を受けるんですけれども、結論としてはキャラの強みを伸ばすような振り方がおすすめです。例えばルフィの場合は敵を吹っ飛ばすたびに防御力が増加していきますし、アタッカーモードになると攻撃力が増加するっていう特性があったりします。このためメダルは防御攻撃ぶり、クイーンの場合はスキルが両方とも割合ダメージとなっているので攻撃力はさほど必要ない、旗を握った時の耐久力をよりね、上げるために体力防御ぶりにするなど、キャラの持っている特性をよく読んでその特性がより輝くような強化がおすすめになっています。例外として緑ロジャーのように攻撃力も増加するし防御力も増加する、で体力多い方が良さそうな特性もあるっていうバランスあるキャラっていうのは正直好みにはなると思うんですけれども、その恩恵がより受けやすい方、今回の場合は攻撃力はまあもうずっと永遠に増加し続けるんで解除されない限り、この体力の部分、最大体力の 20% 以上のダメージを受ける時とこの防御力が増加する条件を比べると、まあ比較的こっちの最大体力 20% 以上の時の、効果の方が発動しやすいと思うんで、個人的には今回の場合は攻撃体力ぶりみたいな感じで、その恩恵がより受けやすい方、まあ全然防御でもいいんですけれども、その個性をね、より伸ばすように、設定していただけたらなっていう風に思います。それでは続いてメダルの種類について見ていこうかなと思います。メダルの生成から見ていただくと、通常、イベント、キャラランキングっていう3つに分かれていることが分かります。まず通常メダルはそのキャラを持っていたら簡単に作成することができて、リーグで使用したりサポートとかで使用したり、あとは60秒のあのバトルで使用すると素材を獲得して、生成することができます。3つね、素材を集めると生成することができます。リーグにおいて味方チームだとか敵チームにいても素材を獲得することはできるんですけれども、確率的にはまあそんなに高くないのかなっていうふうに思います。で、続いてイベントメダルに関してなんですが、期間限定の希少なメダルっていうふうに考えておいてください。その期間を過ぎると素材を持っていても生成できませんし、強化もできないので期間中に強化するっていうことが大切です。どんなに弱いメダルであっても最後まで強化したメダルを最低3枚育成しておきましょう。最後まで強化するっていうのは、要するに追加特性3までを
解放しているっていう状態のことを指します。理由としては先ほども述べたように期間を過ぎたら強化ができないんですよね。こんな風にイベント終了って書いて、このステューシーがいい例なんですけれども、強化3まで解放したいよって思っても期間が終了したらもう強化できないんですよね。先ほどのように、最後まで強化したメダルを最低3枚ですね、3枚強化するっていうことは忘れないようにしていただけたらなと思います。でそして最後キャラランキングですね。リーグバトルのキャラランキングに乗ると素材を入手することができます。通常のメダルと効果は全然変わらないんですけれども、キラキラ光ってて、まあ鑑賞用だったり、あいつすげえみたいなようになるような、そんなメダルになるのかなと思います。黒メダルとかこれいつ取ったんだろうねそれでは続いて継承メダルについて見ていこうかなと思います。継承メダルとはイベントで配布されたりチャレンジバトルのランキングに乗ることで獲得することができます。まずこのメダルにおける注意点として、条件あるものは同じ条件のものに揃えることを覚えておいてください。継承メダルは特にこういった条件付きのメダルが多いんですけれども、このようにアタッカーという条件だったらアタッカーの条件で揃えてやる、グランドラインっていう条件ならグランドラインっていう条件を揃えておくっていうような、そんな風に条件を揃えるっていうことをね、意識していただけたらなと思います。例えばこちらのメダル、私の昔作ったメダルになるんですが、このメダルをつけれるキャラってめちゃくちゃ限られてますよね。それだと非常にもったいない。条件がアタッカーの時だったらそれで揃える、ロジャー海賊団が条件だったらその条件で揃えてやる、条件を揃えることを忘れずに。でそれプラス攻撃力だったら攻撃力、防御力だったら防御力っていう風に、その強化するものも揃えておくと、いろんなね、キャラに使えて効率がいいので、それも意識するといいんじゃないかなっていう風に思います。条件を揃える、あとは強化するものを揃える、この2つはすごい大事なんで頭に入れて帰ってください。それでは実際にメダルを作っていこうかなって思います。まずはイベントメダルを強化するときをね、一緒にやっていこうかなと思います。とりあえずまあ生成数10とかバーってもうめちゃくちゃ生成してやって、で強化してやると、イベントのところからこの釈迦メダルですね。まあそんなにこのメダルは強くないんですけれども、で普段自分がハンマーを使うべきか使うべきでないのかって言ってるのはこの画面のところですね。このメダルが仮にめちゃくちゃ強かったら、もう何個も何個も、強化していきたいのでハンマーを使っちゃう。だけど今回みたいにそこまで強くないメダルだったら、まあ普通に強化して、こんな風に4時間待って、ちょっとずつちょっとずつ頑張って強化していくっていうような、そういった流れになっています。まあ今回はちょっと動画用としてね、ハンマー使って、強化していこうかなと思うんですけれども、こんな風にまあ強いメダルだったらハンマーを使いましょうって感じです。今攻撃力 12% 増加メダルが出たんですけれども、もうめちゃくちゃラッキーですね。こういうところで運はいいということで、こんな風にまあ今回は星2だったから、あー残念だなーみたいな感じで、こんな風にハンマーとかどんどん使っちゃって、クリティカル 14% 増加メダル。基本的にはキャラのメダルとしてクリティカル増加メダルをつけることはないんですけれども、サポートとしてもね、やっぱり星が多いやつほど、パーセントっていうのは上がるんで、まあ、こういったクリティカルが出た時にはこれはサポート行きかなみたいな風に考えることが多いですかね。じゃあこんな風にどんどん強化してやって、あとまあ3枚ぐらい強化しましょうかね。こんな風に防御力 12% 増加メダルもつきましたと。とりあえずね、8つほどメダルを生成して強化してきました。で、次にやることとしては、基盤となるメダルを設定しようっていうことで、どういうことかっていうと、まあ、例えばね、継承メダル、これ継承特性をしようとすると、上書きするって押してね、同じメダル、あるいはこの継承メダルとかを使って、上書きすることになるんですけれども、一回じゃあちょっと継承してみましょうか。全部 33.33% なんですけれども、こんな風に検証すると、まあやり直す、あるいはこれで OK って出てくると思うんですけど、やり直した場合でもこれが5回までなんですよね。これがどういうことかっていうと、攻撃力 14% 増加メダルをつけたいっていう風に考えても、最悪この5回までに継承成功しないと無駄になっちゃうんですよね。なくなっちゃうんですよね。これがめちゃくちゃ今文句言われているものになってるんですけれども、だから絶対になくしたくない、メダルっていうのを、ベースメダルに持ってくるっていうことを、考えていただけたらなと思います。場合はじゃあ基盤のメダルどれがいいかなっていうのを考えると、まあ、クリティカル 14% は別に最悪なくてもいいなみたいな、 7.5% なんて論外だよな、あ防御力 12% 増加はちょっと欲しいよなみたいな、あさっきの攻撃力 12% 増加メダルは欲しいよなみたいな風に、まあこいつがなくなる可能性があるんですけれども、まあなくしたくないものを、ベースのメダルとして設定するっていうような、そんな考え方です。
で、先ほどもお伝えしたように、まあ、攻撃力が 12% 増加するっていうのを基盤にするわけなんで、このメダルを全部攻撃で揃えたいんですよね。だからこの追加特性1、追加特性2の部分を、まあこういったね、攻撃力が、まあ、今回は 7.5% なんですけれども、これが星3であるのが一番理想ですね。はい、まあじゃあ今回はね、攻撃力増加メダルとして作りたいんですけれども、たまにね、リーグ報酬とかで160増加するみたいな、実数値の増加メダルみたいなのもあるんですけれども、基本的にはね、14% 増加とか 18% 増加っていうメダルの方が上昇率は高いんで、まあこれをつけるメダルとしては、まあそんなにね、優先度は高くないんですけれども、まあじゃあ今回ね、継承していきましょうか。はいはい、攻撃力が160増加する。まあこれは理想的にはね、攻撃力が何パーセント増加するっていうのを3つ揃えてやるのが理想ではあるんですけれども、まあ、今回はね、特別として、まあ、この160増加するっていうメダルを設定しました。攻撃力麦わらの一味のやつは、ちょっとこれについては後でやりますね。理想はここも攻撃力が増加するっていうメダルにしたいんですけれども、まあ、今回はね、ちょっと特別として、まあ、防御力ちょっと混ぜてもいいかなっていう考えのもとやっていこうかなと思います。本当は攻撃力で揃えたいんですけれどもね。はい、で、こんな風に、あ、防御力が出なかったか、残念つって、やり直しして、ダイヤ1個使って、もう一回ね、抽選するっていう。はいはい、こんな風にやり直しすると、出てくるかな。あ、そうだね。防御力が 12% 増加するっていうことで、もうこれは運なんですよね、正直。だから、すごい文句言われてるんですけれども、まあ、こんな風に一応星9メダル出ましたっていうことがわかるんじゃないかなと。はい、それではね、続いて普通の通常イベントも最後生成してやっていこうかなと思います。今回は継承メダルを使っていきましょうかね。主眼メダルをとりあえず1枚生成してやって、最後まで強化してやりましょう。追加特性強化2で止める方もいるんですけれども、追加特性2でもあの星3というのは出るんですけれども、まあ、別に基本的には自分はもう3まで強化していいんじゃねえかなっていう風に思うんですけれどもね。まあそれは多分好みなのかなと思います。あ、ラッキーですね。攻撃力が 14% 増加するっていう特性がつきました。じゃあ今回もね、攻撃力が 14% 増加するっていう風になったんで、まあ、攻撃メダルで揃えてやりましょうかね。まずじゃあ追加特性1で今回はアイテムを使いましょう。もちろんこのメダルとかを使ってもやっていいんですけれども、まあ、今回はね、アイテムを使ってやっていこうかなと思います。今回はね、イベントとかで配布されたこちらのメダルシルバー100を使っていこうかなと思います。先ほど攻撃力 14% 増加メダルが出たんで、まあ、2つともね、攻撃力 14% 増加メダルで揃えてやりたいと。まあ、とりあえずじゃあ継承してやって、どうだろう、一発で出てくるかな。あ、体力か。まあ、体力でもまあ別に悪くはないんですけれども、やっぱりね、ちょっと揃えることによって効率の良さが変わってくるんでね、ちょっとやり直していきましょうか。どうだろう、出てくるかな。またか、体力か。そう、これがね、運なんですよ。ちょっとね、私これダイヤ貯めてるから、ちょっとね、頑張って出てほしいんですけれどもね。まあ 33% なんで。あ、間違えた。まあちょっとね、今回ごめんなさい、間違えましたね。本来だったらここが攻撃力が 14% 増加するっていうメダルになるまで、ダイヤを使って継承してやるっていうのが、まあ基本的な、まあメダルの作成ではあるんですけれども、今回はちょっと間違えちゃったね。まあまあまあ別に体力 14% でも、いいのかなと思うんですけれども、じゃあ今回こそね、攻撃力 14% 増加メダルをやっていこうかなと思います。で、ここで注意してほしいのは、先ほどお伝えしたように条件は揃えてやる。例えば今回このメダルを生成した場合、青属性かつサイファーポールっていう風に条件がぐっと絞っちゃうんですよね。だからブルーノとかルッチぐらいしか使えなくなっちゃうんで、それじゃダメだと。しっかりとサイファーポールっていう条件で揃えたんだったら、こっちもね、全部、まあ、サイファーポールあるいはそういった条件がないメダルで、揃えてやる。で、攻撃力は攻撃力で揃えてやるっていう風にしてやったらいいんじゃないかなと思います。また体力か。いや、まあ体力揃えてもいいけど、まあじゃあもうこのままにしましょうかね。体力メダルとして今回使っていきましょうか。本来だったらまあ全部揃えてやるのが理想ではあるんですけれど、まあ絶対揃えるべきっていうわけではないんですけれど、まあ極力ね、この体力っていう風に揃える方がいいんじゃねえかなっていう風に思います。はい、まあじゃあこれで OK しましょうか。いや、やらかしたね。それでは最後ね、サポート用メダルとしてうってつけのメダルがあるんで、それを最後ご紹介して終わりたいなと思います。まあ、エイプリルフールの時とかだったらね、星級メダルって簡単に作れるんですけれども、まあそういったイベントがないうちは、こういったルフィ幼少期メダルを、強化してやったらいいんじゃないかなって思います。こちらのメダルは追加特性3で必ず星3を作ることができるんで、サポートメダルとしてすごくいいメダルとなっております。じゃあ今回みたいにもう生成してやって、最後まで強化して、
してやりましょうか。はい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 、必ず追加特性3が、星3メダルになっているんで、追加特性1追加特性2もまあこの星3で、埋めてやるっていうのが流れとなってきます。はい、こんな風にね、全部星3、最後が星3の部分になってるんで、頑張って星9メダルを作っていくっていうような、やり方です。でサポート用のメダルとしては別に攻撃力っていう風に揃えなくても全然大丈夫です。あれはもう星が多ければもう OK なもんなんで、全然攻撃力防御力体力バラバラでもいいんでね、サポート用として使うメダルだったら、まあこんな風にもう特性継承して、星3が出るまでまあちょっと頑張ってやって、で星9になったらもうそれをねもう即刻、サポートにつけるのがいいんじゃないかなと、思います。はいはい、こんな風にまあちょっと次出なかったらちょっとやめますね。おいなんだよこのシステム、ちょっとふざけんじゃないわよ。ちょっと本当にでかい。いやまあ本来だったらダイヤ5個を使って最後の最後まであがくのが、理想ではあるんですけれども、でも本当に出ないな。なにこれ、ちょっと本当に、あー出た出た。こんな風に、追加特性で攻撃力が 11%、まあ、星3メダルになったらこれで OK っていうのを押してやって、でもう一個この抽選特性2の部分も、星3にしたら、ありがとう、星9メダルが、できるんで、こんな風にね星9メダルができるんで、それをねサポートにつけてやることを忘れないようにしていただけたらなと思います。で星9じゃなくても星7とかでも全然あのパーセントって上がるんで、もうとりあえずサポートにはメダルをつけてやるっていうのをね忘れないようにしていただけたらなと思います。それではねこれで終わりたいなと思います。いかがだったでしょうか。ちょっと最後の方結構グダっちゃったのは申し訳ないんですけれども、とりあえずね、メダルとは何ぞやっていうのと、あとはメダルの役割だとか、あとは条件あるよとかね、いろいろ大事な要点はお話ししたつもりなんで、ぜひぜひ参考にしていただけたらなと思います。で最初にも言ったようにね、また何か質問がありましたら、まあ、コメント欄で、書いていただけたらなと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。私のダイヤが